科学担当の坂本です。では、解説に入る前に、問題文の確認と、設問の確認をしていきたいと思います。はい。では、まずは、ルシャトリエの原理からこう考えていく問題で、ね、四角 A と四角 B に当てはまる、その、記号について答えなさいというような問題でした。簡単に、えー、まあ、ざっくりと解釈を交えて話すと、ルシャトリエの原理というのは、 ま、こう、真相みたいなようなものってこう考えるといいと思います。そして、今回の問題では、アンモニアですね。アンモニアを、えっと、ま、生成する。だから、えっと、この、平行で言うと、より右というえ関係になりますね。右に反応を進めていく右は。右向きの正反応。この反応を促進していくためには、どのような工夫が必要なのか。 ルシャトリューの原理では、まあ、基本的に3点注目するところがありましたよね。濃度、圧力から温度。この3点について注目して、よりアンモニアが得られるように、右向きの正反応、これが進むように反応を考えていくというようなところでした。では、説問のことを確認をしていきましょう。はい。では、説問の確認をしていきます。 A と B、それぞれに入る要素についてですね、こちら確認をしていきます。まあ、温度に関する条件と、それから圧力に関する条件ですね。それぞれ2つ説問になっていました。では、解説に移っていきたいと思います。はい。では、平行についてですね、反応式ちょっと書きましたけれども、A の問題。問題文の中で、の正反応、右向きの反応は、 発熱反応でした。まあ、ちょっと心の中で、9というのが0よりも大きい数値で、プラス、これ発熱反応という意味でした。この発熱反応を思い浮かべてもらえれば、よりアンモニアを得たいと。平行右に正反応の方向へ移動させたいというときは、温度を下げる。温度を下げると、 今までのバランスがちょっと崩れて、また、温度をバランスを保とうとして、上げる。うん。発熱の方向に平行が進みますから、今回は、アンモニア生成の方向に平行を移動させるということで、反応温度を低くするというところですね。はい。低くするという、えっと、記号ということで、A2 が今回、A の答えになります。では次。この正反応ですね。はい。右向きの。 反応。これは圧力を高くするか低くするかっていう反応なんですけど、圧力を高くすると、えー、圧力を低くする、バランスを保とうとして低く、えー、したいので、低くするということは、まあ、この反応式のだいたい係数比に注目して考えるといいと思います。ですから、圧力を高くしてしまったなら,ならば、バランスを保とうとして低くしたいんですから、低くするということは、粒子数が減る方向に、えー、と移動すればいい。 流出数が増える、減るというのは、どう,いったえー、どういった観点で判断するかというと、窒素の係数とそれから水素の係数、左辺でまとめて4粒分ある。丸4とちょっと書いてありますね。それから右辺は右辺でまとめて、アンモニアの前に係数2がついてますから、この係数2。はい。こちらに注目して、で、えっ、ー、と、両サイド、うん。比較をすると、流、え、出、ー、数が減る、まあ、圧力が下がるというのは、 右向きですよね。はい。の、なので、流数が減少するというところを考えていって、えっ、ーえー、と、全体のですね、全体の圧力は高くするというところで、より平行が右に移動する、正反応の方向に移動する、アンモニアの量が増えるということで、今回 B の答えに当てはまるのが B1。といったような、えっ、ー、と、観点な、えー、答えになります。はい。はい。 それでは次の問題の解説に移る前に問題文の確認とそれから設問の確認をしていきたいと思います。ここでのポイントというのは触媒を使うという点でしたね。はい。では確認していきます。カッコ1の曲線。これが触媒を用いない場合のアンモニアの生成率ということになっていました。ではこれですね。赤ペンでちょっとカッコ1の平行。 え、これをですね、なぞっていくと、このような格好になります。ピー、ビーってずっと一人ほどいています。はい。で、じゃあこのですね、格好1。うん。えー、皆さんが見ていくポイントとしては、2点ありまして、 反応速度としての側面と、それからあと、平行に達した平行状態となった点ですね。その二つについて注目していけるといいかなと思っています。どういうことかというと、これちょっとペンの色変えて、はい。このアンモニアの生成した、その生成量が一定になった点、一定になったってざっくり線を引きましたけど、一定になった部分というのが、いわゆる 平行状態という、えー、状態ですね。それから、平行状態に達する前が、アンモニアがこう生成していくというところなんで、まあ、反応速度のその側面ですね。うん。えー、まあ、ざっくり言うと、まあ、えっ、ー、と、反応速度というのは、まあ、温度を上げたりですとか、ね、それからその、えー、反応する反応物の物質量を増やしたりすると、速くなったりする。それから最後に、今回問題のテーマになっている触媒、触媒を加えたりすると、 活性化エネルギーを下げることになって、反応速度が上がる。というような、えー、と考え方がありましたよね。して、この部分ですね。平行状態に達する前、これは反応速度の側面で考えてあげるといいと思います。はい。この2点に、えっ、ー、と、大体分割して、で、みんなに、じゃあ、区別してもらいたいところはというと、触媒を加えると、先ほど言った通り、反応速度、これが上がる。 反応速度が上がるということは、えー、その結果、出来上がるアンモニアの生成量。アンモニアの生成量は、はい。まあ、えっ、ー、と、時間あたり、まあ、増えますよね。速くなる。うん。速、えー、くなるということは、この傾きみたいな部分を捉えてもらえるといいですかね。うん。そうすると、カッコ2やカッコ3が、まあ、えっ、ー、と、反応速度としてはすごい速くなっているっていうことがわかりますね。これが1点目分かってほしいこと。そして2点目。はい。触媒を加えたときに、平行に、 の移動についてですね。平行の移動について関係ありましたっけなかったでしたっけこれは関係なかったですよね。ですから平行は移動しない。平行は移動しないということは、カッコ3式のように、こうですね。平行状態に達したときも、平行状態に達した時、えー、ときのアンモニアのその量が、えー、まあその増減はしないということです。触、え、媒、ー、を加えたときにはですね。 ので、この点に注意をしていきながら考えていくと、カッコ3という答えが導き出せるということで、解説、答えの方ですね。こちらに移っていきたいと思います。はい。では、先ほど解説した2点ですね。反応速度としての側面と、それから平行状態に達した、うん。え、時のその側面。まあ、2つのね、側面って言っちゃいますね。え、これについて注目して、うん。え、回答、考えていくとすると、 触媒は反応速度を大きくするというところですね。ここが、えー、と分かってもらいたいポイント1つ目でした。はい。それから2つ目。平行状態に影響を与えないというところですね。はい。この点について注意を払って、はい。括弧一1よりもその早く平行状態に達するというところですね。ええー、それから平行状態では括弧一1と 同じアンモニア、平行の移動については関係ないですから。うん。えー、そのアンモニアの生成率が同じである3のグラフが今回の問題では正解ということになります。はい。それでは次の説問の解説に入る前に、質問の確認、それから問題文の確認をしていきたいと思います。では行きます。このか、問いかですね。 実験1の平行状態において、生成したアンモニアの物質量を求める。はい。このアンモニアの物質量を求めるには、実験1の内容を確認してみるといいと思います。まずは、溶石一定です。ということで、ね、3モルの窒素、6モルの水素、これ、それぞれをまあ入れましたと。いうことで、平行に達したときに、その後の文章ですね。うん。 水素の分圧。はい。反応前における水素の分圧から比べると、平行時の水素の分圧は0.9倍であったということで、まあえー、少しですね、水素が消費されて、ね、0.9倍の値になったというところですけれども、これ、えーまあえー、最初に、うんえー、と容器の中に入れられた窒素と水素の圧力についてバランスシートで立てるのもいいですし、まあ、物質量ですね。うん えー、について、バランスシートを立てるという方向性で、えっ、ー、と、回答していけばいいと思います。ここでちょっと注意をしてほしいのが、容積一定ってところですね。うん、この容積一定ということで、うん、えっ、ー、と、期待反応の時には、BV イコール NRT の式を一旦立てて、えっ、ー、と、何の値が何に対応しているのか、まあ、比例関係を チェックしていくというところですね。これは、あの、期待反応の時には、皆さんに確認しておいてほしいなというところです。ざっくり言うと、PV イコール NRT という式を立てました。そして、今回、容積一定というところで、容積が一定になっているということは、一定数値ということで、ちょっとね、えー、その一定数値のものは考えないという意味で、車線を引きます。まあ、えっ、ー、と、考えなくていいよっていう、えー、マークで、車線を引きますね。 まあこんな感じ。そして、温度についても、一定 t1 で反応させたということで t1 から変えたというふうには言われてませんかな。後継していく。あとは期待定数。あ、r もこれは期待定数と呼ばれるぐらいですから考えなくていい。一定の数値を取るものは考えなくていいというふうに考えると、最後に残った p とそれから、 n ですね。これが比例関係になっている。うん。ですから、あの、物質量が2倍になれば、圧力も2倍になるといったような、こういう比例関係、これをチェックした上で、で、えっ、ー、と、問題に答えていけるようになると、えー、すごい、えっ、ー、と、まあ、実力が結構ついているかなという感じはします。うん、この点に注意して、では、えっ、ー、と、回答の方ですね。ちょっと進めていきますね。はい。では、えー、先ほど注意した点ですね。 圧力とそれから物質量が比例関係にあるといったところこの,この点に注意して、ね、回答を進めていきます。溶石とそれから温度が一定の時は、各成分のその分圧層物質量っていうのは比例関係になるというところですね。うん。そして、えー、窒素が反応した量を X で置きます。そしたら、1対3で水素の反応量、これがえっ、ー、と、マイナス 3X ということになって、 アーモニア。これが、えっ、ー、と、プラス 2X ということになりますね。うん。で、みんなが、皆さんがこう問題を解くときに、一応ちょっと注意してほしいのが、まあ、今回は、あまり登場する機会がないですけれども、んこんな感じ。トータルですね。えー、その容器内に含まれる、えー、全部質量。これを一旦計算しておくという癖はつけておいた方がいいかなと思って、今回はトータルのこの物質量の。 部分ですね。ちょっと、えー、書き表してみました。はい。で、えっ、ー、と、この部分からちょっと目を離して、はい。えっ、ー、と、窒素と水素からアンモニア、はい、平行時の物質量をちょっと書きました。ということで、最初、水素の物質量が6モル、うん、分圧から0.9倍になった時のその平行時の物質量、これが方程式で立ちますから、 6×0.9Y で 6-3X という方程式が立ちますね。これによって反応量が0 2モルという結果になります。そしたら反応量が0 2モルなので、はい、これが答えということではなく、アンモニアですね。最終的に生成したアンモニアの量が 2×0.2 で0 4モルということで、こちらが答えになります。 はい。それでは次の問題の解説に入る前に、説問の確認と、それから問題文の確認をしていきたいと思います。では、問題文の方にちょっと注目していきたい部分があるので、最初に紹介しておきますね。皆さん、普段圧平行定数というものは、その、まあ、平行の化学式の中で、化、えー、学反応式の中で、えっ、ー、と、ざっくりと言うと、まあ、左辺の分圧の積分の 右辺の分圧の積で圧平行定数というもの。まあこれ計算することができますよねと。で、今回、圧平行定数のようなもので、Q というものが定義されています。これはちょっと、えー、確認していきたいなと思っています。はい。あの進行にまあ濃度変化を測定するよりも圧力変化を測定する方が機体の場合はこう容易なっていうのは、まあ背景知識として持っておくといいかなと思うんですけども、この部分。 えー、窒素と水素、それからアンモニア、えー、それぞれの分圧を ABC として。はい。え Q を、えー、その以下の式で定義すると。はい。えー、いうことですね。この Q。はい。えー、で、この時の Q の値を圧平行定数というふうに、まあ、定義をすると。いうことで、えー、今回の問題では、圧平行定数、平行に達した時のその圧平行定数、 と、え、ある物質を加えた直後に圧平行定数のようなもの、9というもの、こちらをこう定義して、で、その値を比較することによって、その反応、うん、平行が、え、どちらに移動するか、正反応の方向に移動するか、逆反応の,その方向に移動するか、ということを計算の結果、ま、こう、え、論じていくというところですね。この力が、え、今回求められている焦点に、 え、なる部分なので、皆さん一緒に確認していってみましょう。はい。では、この木、問いですね。はい。えー、この平行状態、実験2の状態ね、窒素を3モル加えたというところになります。うん。実験2っていうのはじゃあそもそもどんなものだったかっていうと、溶石が可変な容器。ということで、溶石が変わるといったような容器ですね。 この容器っていうのはピストン付きの容器のようなものってこういうふうに考えてもらっていいんですけど、このピストン付きの容器に今回、窒素水素を入れて平行に足した。その物質量がそれぞれ4モル、2モル、1モルというような状態でしたと。で、この平行の状態において、KP を計算する。そして、 窒素を加えた直後の圧平行定数のようなもの。Q ですね。Q1。Q1 のその値を比較することによって、平行の移動。うん。正反応か逆反応かということをえ、ところをですね、考えていくというところがポイントです。では、え解説の方に移っていきたいと思います。はい。では、解説に移っていきたいと思います。まずは、圧平行定数 KP。これを求めていきましょう。ということで、 全体の物質量は7モルになります。そしてそれぞれ全圧が P と与えられているので、全圧×モル分率でそれぞれの気体の分圧が計算できるというような流れで、それぞれ気体の分圧を計算できたかなと思います。で、これは圧平行定数の式に代入していって、整理をすると、このような値になります。そして次。 うんえー、厚平コ定数のようなもの、9ですね。91。これが定義されてましたから、この9。窒素を3モル加えた直後ですから、うんえー、その直後の値を使いましょう。窒素はや、えー、7モルになっていて、それぞれの総物質量は10モル。ここに注意してくださいね。 総物質量が10モルになっているので、それぞれの分圧の表し方、数値はちょっとずつ違ってきますね。先ほどとはね。で、Q1。これは、窒素、水素の分圧の、えー、3乗ですね。積分のアンモニアの、えー、分圧の2乗。これの式を整理すると、このような値になります。さて、まあ、この値ですね。まあ、ざっくりちょっと計算をしてみると、 Q1 の方が KP よりも大きいということがわかります。で、この条件、温度を変えていないので、平行定数、厚い平行定数も一緒ですね。温度を変えていなければ、平行定数、同じ。これ、同じになっていくので、Q1、この状態から KP になろうとして、 平行が移動していく、反応が進んでいくというような格好になります。これから表されることは何かというと、Q1 の方が大きくて、そして KP の方が小さいっていうことですね。ということは、Q1 から KP にどんどん近づいていくようなものだと思ってください。近づいていくには、小さな値にならなければいけない。Q1 が。ということは、分母の値が大きくなって、 分子の値が小さい値になっていけば、どんどん KP に近づいていくようなことだっていうふうに考えてみてください。そうすると、今、分母に当たる部分って何でしたっけ窒素と水素です。この量が大きくなるということは、増えていく。うん。そして、分子、アンモニアでしたね。分子はアンモニア。これは、値が減っていけば小さくなる。 よって、値の大きい Q1 が KP に近づいていくということは、窒素水素の量が増えて、そしてアンモニアの量が減っていくというような平行の移動について考えればいいんじゃないかなというところですね。その点に気づけば、この問題については OK ということですね。では、詳しい解説ですね。移っていきます。はい。その点を踏まえて、皆さんに分かっておいてほしかったのは、 Q1 とそれから KP の、まずは値のその関係ですね。を比較しました。そして、やがて Q1 の値は KP に達、達することをね、えっと、目的に、え反応が進んでいくので、アンモニア、ね、分子の値のそのアンモニアが減少して、そして、窒素と水素の分圧が増大するということですね。すなわち、あの、平行は、ちょっと平行の式書きますね。はい。 この平行式。うん。逆反応が進行するということですから、うん。ね、左、A、向きですかね。この平行で言うとね。そうすると、窒素水素の量が増大、分母の値が増えてそして、アンモニア、分子の値が減っていけば、その Q1 の値が、より値の小さい KP にどんどん近づいていくと。うん。いうことで、最終的な答えとしては、 Q1 が大きくて、KP が小さいです。うん。そして、K1 からその KP に近づいていくために、分母にあるその窒素や水素が増加。そして、分子のアーモニア、これが減少していく逆方向の、その方向に平行が移動するというような胸が書いてあれば、今回の問題はこう正解ということになります。さて。 で、この問題ですね、ちょっと注意を、えー、としておきたいのが、ルシャトリーの原理で、えーとまあ、考えていくと、まあ、濃度、窒素の濃度が増えていくというところで、窒素の濃度が増えると、うん、平行は右にちょっと移動しそうですよね。ただ、溶石がこう、えっ、ー、と、変わるという、えー、こういった容器ですね、実験2の容器。これはちょっと注意が必要で、はい。 で、こちらなんですけれども、うん、えっ、ー、と、溶石がこう変わるピストン付きの容器のようなものだっていうふうに、皆さんにはちょっと考えて、想像してみてね、というふうに、最初に言ったのを覚えてますかね。で、ここに窒素を加えると、どうなるかっていうと、溶石って増えますよね。増えると、どのような格好になるかというと、はい、このような格好になります。窒素を加えると、その窒素の分だけ、その容器内で暴れる粒の数が、 増えるっていうふうに考えてください。そうするとどうなるかっていうと、元からいた水素や、えー、それからアンモニアの分圧って下がっていっちゃいますよね。うん。下がっていっちゃうので、今回のその問題の結果としては、分圧が下がりますから、はい。えー、分圧をその、えっ、ー、と、上げていく方向ということで、流出が増える、左、逆方向の、えー、方向に平行が移動するというようなその結果に、 え、なったわけですね。なので、まあ、容積がこう可変する、変わるっていうその容器については、まあ、その、えっと、平行定数の値ですね。平行定数とそれから、ま、加えた直後の平行定数のような値ですね。この値の数値を比較することによって、平行に達するまでに、ま、どちらに、え、どちらの方向に平行が移動するのかというところですね。を考えて一応判断することができるというところが、 皆さんにちょっと分かっておいてもらいたかったところです。うん。まあ、この点に注意して、まあ、こういった問題もあるんだというところで、えー、平行定数を使った、圧平行定数でしたね、今回ね。圧平行定数を使った、その化学平行の問題についても、まあ、理解をこう深めていってほしいなと思いますんで、まあえー、とこの問題を一旦目標にしてみて、でえー、と他の問題の演習。 にもも取り組んで頑張っってみててらいたいいたなと思っています以上です。はい。他にも授業動画をアップロードしているので、他の分野、それから授業動画を見て、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。ぜひ学力向上に向けて、みんなと一緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、頑張って動画を見てください。